ウグイスリボンは表現の自由を保護することを目的に設立された日本の特定非営利活動法人。表現の自由を守ることを目的としたアウェアネスリボン運動を展開しており、ウグイスが自由にさえずる様子を表現の自由の象徴としてウグイスリボンの名前を冠している。2012年8月13日にスウェーデンマンが判決で無罪となったシーモン。 ルンドストロームの講演会を主催した。2017年10月29日に東京都文京区にてコミック弁護基金事務局長による講演会をコンテンツ文化研究会と共に主催した。2018年に海賊版サイトのブロッキングを批判的に検討するシンポジウムを日本インターネットプロバイダー協会、インターネットユーザー協会と共催した。 また、インターネットの利用の萎縮を招くとして、政治がダウンロード違法化に反対し、署名活動を行った。2019年2月8日には、コンテンツ文化研究会と共同で、参議院にて、違法ダウンロード範囲拡大を考える、院内集会を開いた。集会では、漫画家の竹宮恵子が、法案への反対意見を述べた。2020年2月9日、香川県、 ネットゲーム依存症対策条例について検討するイベントを開催した。ありがとうございます。